俺は君のこと愛しているから離婚しないけどさ、正直君の作る料理って最低最悪だよね。30品目ちゃんと作ってくれないと困るんだけど。でもうちの家計じゃもう無理よ。お願い、せめて私を働かせてちょうだい。何言ってるの？俺はちゃんと働いているんだから。奥さんが外で働くなんてこんなに恥ずかしいことないよ。俺に恥をかかせて君は平気なの？今時共働きなんて珍しいことじゃないわよ。両隣だって皆さん働いているでしょ。ああ、あの古くて小さい家ね。うちみたいな新築のいい家と一緒にしちゃいけないさ。でもこの家だってお父さんが建ててくださったものでしょ。私たちの力で建てたわけじゃないわ。俺の父親が建てたんだから俺が建てたのと同じことだよ。それは違うよ。君、本当に何が言いたいの？とにかく主婦としてちゃんとやってよ。あのね、この前もお話ししたけど、30品目っていうのは30種類のおかずってわけじゃないの。30種類の食材を使うっていう話だけど、それも最近じゃ多すぎるのではって言われているのよ。半分くらいでも十分じゃないかって。君は本当にものを知らないんだね。だってうちの実家も同じようにやっていたんだよ。なんで君はできないの？そりゃあなたの実家とは違うわよ。お父さんは会社を経営していて年収が2桁も違うでしょ。お料理を作っていたのも家政婦さんよね。いや違うね。君の家事力がないからなんだよ。僕はちゃんと正社員として働いているんだから、それで家計が苦しいっていうのは君が妻としてダメだからなんだ。僕の両親も君は大丈夫なのかって言ってるよ。だからちゃんと考えてほしいんだ。そんな。数日後、ヨメコとミカの LINE。ヨメコさん、今日はご迷惑をおかけしました。まさかお店の前で倒れてしまうなんて。いつもお勤め品しか買わないで迷惑かけているのに、また迷惑をかけてしまって、本当にごめんなさい。ミカさん、体調は大丈夫ですか？はい、おかげで良くなりました。それはよかった。最近は暑い日が続いていますからね。熱中症といっても、軽い状態でまだ良かったです。はい。あと、お勤め品で買ってもらえなかったものは、どうしてもほとんどが廃棄になってしまうんです。なので、うちとしては買ってもらえると本当に助かります。いつもありがとうございます。ごめんなさい。ごめんなさい。ミカさん？大丈夫ですか？失礼ですが、ここ最近お疲れに見えるんです。その、体も以前と比べて、結婚前はぽっちゃりだったんですけどね。ここ半年で20キロも痩せました。20キロも？夫はダイエット頑張ってるね、なんて言ってました。失礼ですけど、大丈夫ですか？すみません。ちょっとだけ話を聞いてもらえませんか？はい、私でよろしければ。手取り月収13万で毎日おかず30品って変ですよね。なんですかそれ。こんにちは。私の名前はヨメコ。商店街の八百屋に嫁いだ平凡な主婦です。私は施設育ちで結婚には不安があったのですが、温かい家族や温かい商店街に恵まれ、毎日とても幸せに暮らしています。今日、お店でとある女性が倒れました。いつもお勤め品を買っていってくれる女性です。どうも熱中症だったらしく、休んでいただき、いろいろ食べてもらったら良くなり安心しました。しかし、どうやら旦那さんがちょっとおかしな考えを持っているらしく、手取り月収13万円なのに、女は家にいるべき、外で働くな。毎日のおかずは30品以上作ってほしいと言ってくるんですって。結局ご自身の食べる量を減らしているらしく、うちではいつもお勤め品を買っていくのですが、普通の値段だと買えないそうです。それはそうですよね。しかも、義実家も皆さん同じ考えとかで切羽詰まっているのだとか、これは大変です。まったく何なんだよ、この飯。てか君どこにいるの？おかず7品しかないけど、今日のノルマには足りないよ。君主婦だよね。坊ちゃんの手取り月収は13万ですよ。え？なんだよいきなり。君この暑さでおかしくなったんじゃないの？ミカさんはしばらくあの家で預かります。おかわいそうにこんなに痩せてしまって。坊ちゃんはこんなミカさんの姿を見て何も感じないというのですか？え？ばあ？まさかだけど、私はのりこです。のりこばあ？なんでミカのスマホを持っているんだ？ミカさんのお友達という方から話を聞きました。会ってびっくりです。以前会った時に比べてこんなにも痩せているじゃありませんか。慌ててばあの家で保護することにしたのです。保護って何言ってるんだよばあ。心配しないでくれ。それに君はうちの家政婦はもうやめたんだろ。ご実家の家政婦としてではなく、一人の人間としてミカさんを保護させていただきました。ばあ、僕の話も聞いてくれ。ミカはちょっと太りすぎなんだよ。だからダイエットをしていたんだと思うよ。黙らっしゃい。え？ミカさんの努力も知らず何事ですか？まったくこんなに世間知らずになるだなんて、ばあは悲しいです。でも父さんと母さんはミカが悪いって言うよ。坊ちゃんはご実家にご自身の収入を伝えていますか？いや、伝えていないけど。ばあは20年ほどお世話になりました。20年前、月収300万でいいかと言われたことを思い出します。300万！坊ちゃんでもさすがにそれは多すぎるとわかりますよね。いや、それはそうだけど、そのくらいご両親は一般的な常識がないのです。お二人とも恵まれた家庭で育ちました。家計の管理もすべて執事や家政婦任せ。あの方々は何も知らないのです。そんな、坊ちゃんの月収では2人食べていくのがやっとです。確かに家賃がかからない分生活は楽でしょうね。しかし、毎日おかず30品。それもメイン級のものばかり。これでは食費で全てが吹き飛んでしまいますよ。嘘だろ。ちなみにばあの家は息子夫婦と中学生の孫が2人、小学生の孫1人。これで月の食費は13万以上かかります。米やパン、調味料も全て入れると13万かかるのです。は？我が家はとびきりよく食べる家庭です。孫たちも柔道をやっていてよく食べます。息子も大食漢です。息子の嫁が頑張って節約してこの金額なのです。ばあも毎年家庭菜園をやっています。俺の稼ぎが食費と同じ？肉は国産、野菜はオーガニック、調味料は無添加。結構なことです。それが買えるだけの稼ぎがあるならそうした方がいいでしょう。でも坊ちゃんは、はっきり言って安月給。ミカさんに強制するのはとんでもない話ですよ。安月給。とにかく、今から家計簿を持ってお家に突撃します。突撃？これから朝までずーっとお金のことを教えて差し上げますからね。うわー！本当はよそのご家庭に口を出してはいけないのかもしれませんが、ミカさんの栄養状態が明らかに悪かったんです。そこで思い出したのがのりこさんの存在。のりこさんは少し前に引退する前、ずっと旦那さんの実家で家政婦をしていたんですよね。この方なら力になってくれるかもしれないと相談してよかったです。その日のうちにミカさんを保護してくれて、旦那さんにお説教をかましてきたそうです。旦那さんも大泣き。自分はとんでもないことをした。恥知らずだと土下座して謝罪してきたそうです。いいえ、まだ足りません。坊ちゃんは心から反省していません。と、その後は1ヶ月みっちり家に通ったそうですよ。その間ミカさんはのりこさんの家にいたのですが、みるみるうちに肌ツヤが良くなってきました。1ヶ月後。ヨメコさん、今まで申し訳ありませんでした。翔平さんって、もしかしてミカさんの旦那さんですか？はい、そうです。バーに怒られたんです。嫁さんを介抱してもらったのにお礼しないとは何事かって。まあ、そういうことだったんですね。すみません。本当は店に行ってお礼すべきだろうけど、ちょっとミカの体調が良くなくて。あらあら、いいんですよ。それよりも、どうぞミカさんのことを優先なさってください。でもよかったです。体調の悪い時に旦那さんがそばにいてくれたら安心ですよね。そっか、そうなんですよね。ヨメコさんがバーに連絡してくれたんですよね。ええ、おせっかいなことしちゃってすみません。ええ、ヨメコさんが連絡してくれなかったら、僕は自分の愚かさに気づくことができませんでした。結婚したんだから自分が大黒柱になるんだなんて思い上がり、ミカに大変な思いをさせました。これから頑張らないとですね。はい、まず転職することにしました。ミカは結婚前に看護師だったので復職します。実家が一般常識とかけ離れていることも分かりましたので、しばらく実家とは距離を置き、二人で頑張ろうと思います。そっか、よかった、よかったです。ミカさんとお幸せに。はい。旦那さんにとってまるで雷が落ちたような衝撃だったみたいです。裕福な家庭で育ち、自分の親を疑ったこともなかった。当たり前だと思っていたからこそ、ミカさんにも呆れていたくらいで、そんな自分が恥ずかしいと、その後も何度も謝ってくれました。でも、根本的には真面目でいい人なのでしょうね。その後は、家計のことや収入のことをいろいろと調べ、かなりブラックだった会社を辞めたんです。新しい会社に入り、ミカさんも働き出し、それから1年、二人の生活は大きく変わりました。1年後。ヨメコちゃんどうも、いつもありがとうね。あ、のりこさん、昨日はお大福ありがとうございました。こんなにたくさん、いつもすみません。ヨメコちゃんのお姑さん、とめこさんとお茶を飲むのが何よりの楽しみだからね。いつもお邪魔しているんだもの、そのくらい食べてちょうだいな。ありがとうございます。それにね、ヨメコちゃんが教えてくれて本当に助かったの。まさか坊ちゃんがあんなことしていたなんて。手遅れになる前でよかったですね。本当ね、あの家の方々は悪い人ではないのよ。でもね、お金持ちすぎて世間とズレがあるのよね。お金持ちだけの世界で生きていくならそれもいいでしょう。でも坊ちゃんは家を出て所帯を持ったんだもの。どうしたの？ご両親のお話を聞いてミカさんを批判していたんですよね。私はそこが心配なんです。そうよね。ご両親の言うことだけが全て正しい。坊ちゃんはそう思っていたみたいだから。はい。でもね、もう大丈夫。バーが朝から晩までずーっと教育して差し上げましたからね。それなら大丈夫ですね。ええ、大丈夫。あら、そんなことをお話ししていたらミカさんからランチのお誘いだ。早速行ってきましょうかね。行ってらっしゃいです。暑いのでお気をつけて。ええ、ありがとう。その後、ミカさんと翔平さんはなんとか離婚を回避することができました。今までの凝り固まった考え方をのりこさんがビシバシと鍛え直してくれたみたいです。今は義両親とは離れて2人で生活し、食事も例えばオムライスとサラダ、スープとか、以前に比べて全てが楽になったからこそ、旦那さんへの愛情がまた戻ってきたと言っていました。よかった。旦那さんのことはまだ不安がありつつも、好きになって結婚した人だから頑張ると言っていましたよ。先日はうちのお店に来て、ちょっとお高めの果物をたくさん買っていかれました。これから2人でのりこさんの家に行くので、その手土産なんですって。今はちゃんと貯金ができるようになったので、そのお金でのりこさんご家族を温泉旅行に招待するそうです。よかった。本当によかった。さて、最近はかなり暑くなってきましたね。健康あっての生活ですから、皆様もご自愛ください。私も今日は暑いので、途中でちょっと図書館へ行ってきました。無理は禁物ですね。ひんやり涼しいです。ねえ、のぶよさん、聞いたわよ。あらやだ、ともみさんも聞いちゃったの？恥ずかしいのだわ。そうよ。こんな楽しいこと黙ってるなんてひどいじゃない。だってね、こんなに恥ずかしいことなかなかないわ。うわぁ。恥ずかしいこと？え、なんで恥ずかしいの？ともみさんはあんまり気にならないのね。でも私は恥ずかしいわ。まさか漬物だるにお尻がはまって動けなくなっちゃうなんて。そのまま転がることもできないし、大変だったのだわ。がー。え、漬物だる？いや、想像するとそれは笑えるけども、そういうことじゃないわよ。え？じゃああれかしら。サラダチキンと漬物でダイエットしようとしたら、この組み合わせが最高すぎて太った話？ちげよ。てか、のぶよさん有名な漬物名人なんだから、そんなの美味しすぎて太るに決まってるでしょ。褒めてもらえて嬉しいのだわ。がおっと、そろそろ頼まれてた漬物を漬けないとね。今日はきゅうりのからし漬け。旦那のお気に入りよ。もう漬物から離れてってば。あたしが言ってるのはコストコよ。コストコ？そんな漬物あったっけ？違うよ、あの会員制スーパーよ。ああ、あの漬物の食材がたくさん売っているところなのだわ。がもうそれでいいわよ。ほら、この間チラシ入ってたでしょ。信代さんの家にも来たよね。そうそう、なんか会員じゃなくても入れるってやつね。せっかくだから時子さんと行くのよ。楽しみなのだわ。それ、あたしも一緒に行くわ。ああ、そういうことだったの。でもごめんなさいね、今回は時子さんと2人で行くことにするわ。え、何それ、どういうこと？信代さん、あたしのことをハブるつもりなの？ひどいひどい、なんでそういうことするの？だって漬物の材料をいろいろ見に行く予定だからね。ともみさんは一緒に来ても楽しめないと思うよ。ときこさんと一緒に新作漬物や新作レシピの相談しながらだし。そんなのどうだっていいわよ。あたしは一緒に行きたいの。これだけ言ってるんだから一緒にいてくれるよね。無理ね。は？なんで？なんかね、匂うのよ。匂う？そう、なんか失敗した漬物のような切ない香りが。ってそうだわ、漬物教室の生徒さんが漬物持ってきてたんだわ。なんか手作りのが失敗しちゃったから見てほしいって言われてたのよね。そういうことでバイババイ。ちょっと待ってよ、あたしも行きたい。行く。これでいい？無理よ。じゃあね。ちょっと、皆さんやっほーい、信代よ。が失敗した結果、限界集落に送られたものの、漬物をつけてたら村おこしに大成功。最近では漬物名人として取材されることも増えてきたの。人生何があるかわからないわね。あ、がーっと鼻息が荒いのだけど許してちょうだいね。ともみさんはいろいろな人とお買い物に行っては会計前に逃げて無理やりお金を支払わせるなんて噂がある人なの。でもあくまで噂だし、私が被害に遭ったわけではないのよね。今回断ったのは純粋にともみさんは楽しめないだろうって思ったからなのだわ。漬物好きの私と料理上手な時子さん、いろいろ相談しながらお買い物をするからともみさんは寂しくなっちゃうって理由だったのだけど、当日行ったらともみさんが待ち構えていてね。でもあー、買った最高ね。25万円分も買っちゃったわ。新商品のラズベリー&チーズデニッシュ楽しみ。あ、会計よろしく。いつの話してるのだわ。え、いつって今でしょ。いや、25万円分も買ったのすごいのだわ。がそりゃ何時間もかかるわね。いや、すっごいすっごい。そうなの、ちょっと買いすぎちゃって。でも財布忘れちゃったからさ、支払い立て替えといてよ。それはできないわよ。なんで？信代さんクレカくらいあるでしょ。てか金持ちでしょ。最近漬物会社とかも作ったしお金あるよね。だって私と時子さんもう帰ったわよ。は？なんで私のこと置いてけぼりにするのよ。おかしい。だって行きは時子さんと一緒だったし帰りも一緒なのだわ。お買い物を楽しんだ後はフードコートでご飯もしたわよ。漬物好きの私はピクルスも大好き。がえ？ご飯まで食べたの？そう、ぶどうスムージーとかもあるのね。パイナップルのソフトクリームも美味しかったのだわ。もうお腹がたっぷんたっぷん、漬物だるみたい。がじゃあ私の会計は誰が払うの？そう、25万円なんて払えるわけがないじゃない。じゃあどうしてそんなに買ったの？それは別にいいでしょ、お金持ちなんだから払ってよ。のんどう考えても25万円なんて払わないのだわ。支払いができないならご主人を呼べばいいんじゃない？うちの旦那は今頃パチンコか競馬か麻雀よ。あら、今日はお仕事お休みなの？違うあの人ギャンブルにハマっちゃって去年仕事辞めたの。私のパート代で生活してるんだから。あら、そうなの？どうしよう。こんなに支払いできないし、返品するしかないの？他のご家族には頼めないの？無理。両実家揃ってもういないから。そっか。とにかくお店の人に相談してみるしかないわね。でもカートに何時間も入れてたから、当然買わないといけないものも多いのだわ。そんな、こんなことになるなんて。やっぱりともみさんは私たちに払わせようとしていたみたいね。25万円も払ってくれる人なんてまずいないと思うのだけど、親にお願いしたって怒られちゃうレベルよね。結局冷凍や生鮮の食品なんかは購入して他のものは返品したみたい。それでも結構な額になったらしいのだわ。帰り道のともみさんを見かけたのだけど、顔真っ青になっていたっけ。それにね、ときこさんとの帰り道に私見てしまったのだわ。信代さん、助けて。あれ、どうしたの？旦那、他に女作ってた。パチンコ屋の常連で、なんかちょっとギャルっぽい子。今日乗り込んできて離婚しろって言うのよ。しかもたくさんお金使って落ち込んでる日に。最低よ。あのね、実は私も帰り道にご主人を見たのだわ。腕組んで歩いてるとこ。そう、その女。うちの旦那いつもギャンブル負けてばっかりだったんだけど、たまには勝っててさ、そのお金は全部その女に行ってたのよ。私は2日に1袋のもやしだけで過ごすこともあるのに、その女と高級ホテルのディナー食べてたって。もう限界。もう限界というか、もうずっと前から限界だったのだわ。どういうこと？だってともみさん、前は人にたかるような人じゃなかったって聞いたのだわ。去年くらいからいきなり様子がおかしくなったって。それってご主人が仕事辞めて一人で働くようになってからでしょ？確かにそうだけど。たかりをしている自覚はあるの？あります。一度本当にお財布忘れたんだけど、その時に300円くらいかな、おごってくれた人がいて、それからどんどんひどくなって、みんなから嫌われてるのは分かってたけど、それでもただで食料とか子供のものが手に入るんだもん。みんな残念がってたのだわ。残念？昔は明るくて楽しい人だったともみさんが、なんだかおかしくなったって。距離を置きながらも心配してる人たくさんいるのだわ。信代さん、怖いよ。自分のした悪いことを認めるの。そりゃあ誰だって怖いのだわ。私も罪悪感を感じることたくさんよ。ともみさん、ちゃんと悪いことをしたっていうのは自覚してるのね。でも心配してくれている人がいるうちに何とかしなきゃだわ。ともみさんは根っからの悪人よなんて言われる前にできることきっとあるのだわ。こうしちゃいられない。ゴーゴーゴー。数ヶ月後。やほほい、ともみさん、調子はどう？信代さん、ここのお仕事すごく楽しいよ。あ、違うね。信代社長、お疲れ様です。仕事時間外はママ友なのだわ。信代さん、正社員として雇ってくれて本当にありがとう。住み込みの量もあるし、みんな優しいし、子供がご飯おいしいって大喜びしてるよ。返済のことはどうなったの？迷惑かけた人みんなに謝って少しずつ返すって話になったの。でも不倫相手の女の子、結構裕福な家庭の子でね、ご両親ががっつり慰謝料をくれたから、それで全部返せたよ。そっか、よかったのだわ。土下座して謝ったらみんな許してくれて、こんなに優しい人たちに迷惑かけちゃって本当に反省しています。その分これから一生懸命頑張るのだわ。一度やってしまったことは消えないけど、取り戻せるものがあるなら一生懸命やるのだわ。信代さん、私頑張る。本当に頑張る。こうして離婚したともみさんはうちの会社で働いてもらうことになったの。ご主人や不倫相手から養育費や慰謝料をもらったけれど、やっぱりパートだけじゃ生活が不安ってことでね。でももともとは真面目な性格の人だからやる気があるし、超助かってるのだわ。この間もね、また私が漬物だるにお尻をはめちゃったんだけど、ちゃんと助けてくれたのだわ。ああ、よかったよかった。世の中 100% な人なんていないし、失敗もするし迷惑もかけるし、でも生きてる時点で誰かの役に立っているのだわ。本人がやり直したい、謝りたいという気持ちがあるのなら、私は応援したいのだわ。もちろんそれができない人もいるけど、だからこそできる人は精一杯応援するのだわ。がさて、今日はいぶりがっこを混ぜたタルタルソースでチキン南蛮、たくさんたくさん食べるんが。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。